一帯一路とは中国の大きな経済戦略の名前です。これは古代のシルクロードを現代版として再現しようとする計画で、多くの国々との間で道路、鉄道、港、空港などのインフラを築くことを目的としています。これにより中国は世界中の多くの国々との貿易をさらに活発にし、自国の経済成長を促進しようとしています。しかしこの一帯一路戦略は単なる経済計画以上のものです。多くの国々でのプロジェクトを通じて、中国はその影響力を拡大し、国際的なリーダーシップを握ろうとしています。例としてカンボジアを取り上げると、ここでも中国の投資が増加しています。新しいビルが建てられ、道路や鉄道が改善されているのを見ることができます。これによりカンボジアの経済は成長していますが、一方でカンボジアの政治や経済が中国に依存するようになるリスクも生まれています。このような背景の中、一部の人々は中国の一帯一路がただの経済的なサポート以上のものであり、政治的な影響力を増すための手段であると懸念しています。そしてそれが一部の国々での緊張や対立を生む原因ともなっています。要するに中国の一帯一路はただの経済計画ではなく、新しい時代の国際関係やバランスを変える可能性のある大きな戦略であると言えるでしょう。カンボジアのような国々は経済的な利益と独立性の間でバランスを取る必要があるのです。カンボジア視察旅行のレポートでは、カンボジアは東南アジアの小さな国で、 ASEAN という10カ国のグループの中でも経済はまだ小さい方でも、近年経済が 7% ほども成長して元気を取り戻してきているんだ。でもその背後には中国の巨大なプロジェクト一帯一路の影響が大きいみたい。実際にカンボジアを旅してみると、この国はタイやラオス、ベトナムと接していて、地図上で見るとインドシナ半島の真ん中に位置している。特に印象的だったのはシハヌークビルという港町、首都から車で3時間半走ったところにあるんだ。この港はカンボジアで唯一大きな船が入れる港で、とても重要な場所なんだ。そしてこの町には面白い歴史があるよ。昔カンボジアはフランスの支配下にあったんだけど、1953年に独立を果たした後、シハヌークという大事な人がこの港を作ったんだ。その上この港の近くの山の上にホテルを作り、インディペンデンスホテルと名付けた。私たちもこのホテルに泊まったよ。このホテルや町の名前はカンボジアの独立を記念して名付けられたんだ。このシハヌークビルという町はカンボジアがどれだけ独立を大切に思っているかを教えてくれる場所なんだ。総じてカンボジアは昔の歴史や現在の経済成長、そして中国との関係などいろいろな面で学ぶことの多い国だったよと話す。カンボジアのシハヌークビル変化は、数年前シハヌークビルというカンボジアの町は静かな港町だった。でも最近中国との関係が深まって大きく変わり始めている。まずシハヌークビル経済特区 SSEG という巨大な工業地帯ができた。これはカンボジアと中国の政府が協力して作ったもので、たくさんの中国の会社がここに集まってきている。繊維や家具、靴などの工場が多いよ。この特区はとても大きく、他の特区と比べるとダントツで一番大きい。でも日本もここに工業地帯を作ったことがある。でもそれは小さくてあまり成功していないみたい。中国はとっても積極的にこの地帯を発展させようとしているのに、日本はあまり関心がないみたい。そしてもっと驚いたことに、この町にはカジノとホテルがどんどん建てられている。昔は静かな海の町だったのに、今はネオンの明るいギャンブルの町になりつつある。夜も遅くてもたくさんの人たちが遊びに来て賑やかになっている。総じてシハヌークビルは中国の影響を強く受けて急速に変わっている町だ。昔の静かな港町とは違う新しい顔を持つようになったんだ。シハヌークビルの変化により治安が悪くなり、
犯罪や中国人とカンボジア人の間のトラブルが増えています。特にカジノでの問題が目立ちます。カジノの主な客は中国人で、彼らのためにシハヌークビル国際空港から中国の都市への直行便が増えています。マカオのカジノ産業の衰退により、カンボジアのカジノが人気になり、その規模がマカオを上回る可能性が出てきました。そのためシハヌークビル空港の拡張や新しい高速道路の建設が進められています。カンボジアのカジノはシハヌークビル以外にもバベットやポイペトといった国境の町にも集中しています。これらの場所はカジノが禁止されている国の人々、特にタイやベトナムの富裕層をターゲットにしていますが、シハヌークビルやプノンペンは飛行機で来る中国人客をターゲットにしています。バベットを訪れるとカジノとホテルが密集していて、その裏には中国人労働者のための住宅や中華料理店がありました。このような状況を中国カジノ資本主義と呼び、多くの人々がその影響を受けています。この度はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価いただけたら次の動画の励みとなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。